はい、11月の上旬から紀伊国屋さんの本屋っぽいお店大賞という企画で、森が最近読んだ本のベスト5を紹介させていただいています。企画の中ではですね、字数制限があったので、YouTube では、もうちょっと本の紹介というか、選んだ本にまつわるエピソードなんかをお話しさせていただければなと思っております。まずは選んだ本第5位から、じゃじゃん。あ、逆だ、見えるかな。僕の大好きな作家さん、辻村瑞希さんの、図書室で暮らしたいという本になります。この本はですね、2015年にハードカバーで出ていた本が文庫化されたものになります。文庫化は2020年の10月、つい最近されました。この本はですね、エッセイになるんですけども、僕は作家さんのエッセイってすごく好きなんですね。普段はやっぱり作家さんが書いた作品しか読めないんですが、まあ、こんなにすごく好きな作品を作った人はどんな人なんだろうっていうことをですね、まあ、より直接的に知ることができるのが、まあ、エッセイだなというふうに思っています。で、エッセイが、まあ、好きなんですけれども、さらに作者の辻村瑞希さんは僕が一番好きな作家さんの一人、かつ、本当にこれは間違いなくですね、一番思い入れのある作家さんになっています。昔ですね、今から何年ぐらい前だろう、もう10年以上前ですね、多分12年前とかそのぐらい前の時期に、辻村瑞希さんが好きなファンが集まるオフ会に何度か僕は参加させていただいていました。で、本が好きな人って結構こう内向的に思われることが多い気がするんですが、このオフ会に参加していてすごく思ったのが、初めましての人同士でもすごくこう共通の好きなものがあると盛り上がるんですね。もちろんお酒の力もあるんですけども、なんかそれがすごく素敵な経験で、この森の図書室を作る時のきっかけの一つにもなっています。他にもですね、まあ、たくさんいろんなエピソードがありまして、この森の図書室ができて半年ぐらい経った時に新刊が出まして、辻村さんのそれのサイン会にですね、行かせていただいたんですね。ちなみにサイン会、僕最近は行けてないんですけど、多分 4,5 回ぐらいは行ったことがあるかな。です。で、そのサイン会に行った時に名前を書くんですね、そのサインに誰々さんへって言ってもらうために。で、まあ、森俊介っていう名前を書いたんですけど、そしたら辻村さんから、え、森の図書室の森さんですかっていうふうに急に喋りかけていただいて、え、なんで知ってんですかっていう話をしたらですね、まあ、実はその森の図書室に2回ほどお客さんとして遊びに行ったことがあるっていう話をしてくださって、もうちょっと僕驚きすぎて、なんかこう頭真っ白になってしまったんですけど、まあ、そんなことがあって、すごく嬉しかったことを覚えています。で、その嬉しかった喜びをですね、当時 SNS に書いたら、まあ、ちょっと今思って自分が悪いなと思うんですけれども、まあ、出版社の方がちょっと注意をされまして、まあ、その注意された内容が、まあ、とても本当に真っ当な内容、かつ自分で、あ、それは反省しなきゃいけないなと思った内容で、すごくなんて言うんだろうな、まあ、人生経験として学ばせていただいたりとかっていうようなこともありました。まあ、そんな僕はですね、まあ、誰しもあると思うんですけれども、いつかこの人と仕事してみたいってあったりすると思うんですね。で、僕の場合、この森の図書室を作った時に、いつか辻村瑞希さんと仕事をしてみたい、仕事できたらいいなっていう思いがありました。その夢はですね、実はもう割と前に叶っておりまして、辻村瑞希さんが書いた小説がドラマ化された時にですね、そのドラマ化の記念イベントの会場として、この森の図書室を作っていただいたりしました。ですね、ちょっと見ていただくと、これがですね、その時いただいた辻村瑞希さんのサインになります。他にもまあいろんな作家さんのサインがあったりします、森の図書室には。まあ、そんなこんなですね、辻村瑞希さんについては、まあ、僕が一方的にですね、勝手に思い出がすごくたくさんあります。そんな辻村さんが、この図書室で暮らしたいという本を出版された時は、まあ、本当に驚きました。
僕はその図書館ではなくて図書室っていう言葉の響きに、なんて言うんだろう、思い入れを持っているんですけれども、僕と同じように辻村さんも図書館ではなく図書室という言葉の響きに、まあ、何かしらの思い入れを持っているんだなっていうことを感じて、まあ、すごく、なんて言うんだろうな、まあ、嬉しかったですね。自分の好きな人が自分と同じような感覚を持ってくださってるんだなっていうことは。はい。で、まあ、辻村瑞希さんのですね、話をしだすと本当にキリがなくて、まあ、なんだろうな、1年半ぐらい前ですかね、に、まあ、ちょっと、思わず泣いてしまった話で言うと、辻村瑞希さんってドラえもんのすごい大ファンなんですね。で、ドラえもんの大ファンなんですけど、のび太の、ちょっとお待ちください。辻村さんファンの中ではですね、辻村さんがドラえもんの大ファンなことはもうかなり有名な話なんですが、1年半ぐらい前に確か公開された、2年半前かな。に公開されたドラえもんのび太の月面探査機かなっていう映画がありまして、まあ、なんとですね、その月面探査機の脚本というかストーリーをですね、辻村さんが書かれてるんですね。まあ、皆さんご存知のように、もう藤子 F 不二雄さん亡くなっていらっしゃって、亡くなった後のあのストーリーというのは別の方がやられてるんだと思うんですけれども、まあ、小さい頃からですね、もう本当に大ファンだったものに、そのストーリーとか脚本みたいな、もうなんかど真ん中のところで関われるって、なんかもう なんて言うんだろうな、これ以上ない幸せなことだと思うんですよね。そういう、まあ、本当にですね、辻村さんってそういう話が結構たくさんあるんですよ、辻村瑞希さんの人生の中に。で、ファンとしてはなんかそれがすごく好きで、好きです。で、その映画、僕ドラえもんもちろん好きなんですけど、辻村さんファンとして映画を見た時に、オープンロールかなで脚本だかストーリー辻村瑞希って流れた時に、ま、映画まだ始まってないのに泣くっていうこうわけわかんない、気持ち悪いファンになってました。はい。で、まあ、辻村さんですね、そういう、なんて言うんだろうな、まあ、もちろんご自身の努力とかご自身がこう一生懸命こう人生を生きていく中で、嘘でしょっていうミラクルなエピソードがたくさんあるんですね。まあ、辻村さんがそのデビューした時のエピソードとか、まあ、本当にすごく素敵なエピソードがたくさんあるんですけれども、もう話し始めるとキリがないので、まあ、この辺にしておきます。で、この図書室で暮らしたいという本ですね、もちろん辻村瑞希さんはその書かれてらっしゃる作品が本当に素敵で素晴らしい作品たくさん書かれてるんですが、やっぱりこう作品が好きになると、この作者の人のその作品を作っている人のことをもっと知りたくなるっていう気持ちも結構あるのかなと思っていて、その辻村瑞希さんってどんな人なんだろうって興味を持った方にはもう本当におすすめだし、辻村さんが作り出すフィクションのお話だけでなく、辻村さん自身、本当にリアルな辻村さん自身が、まあ、ものすごく素敵だっていうことが分かる本になってますので、もしよかったら、ぜひ図書室で暮らしたい、読んでみてください。もちろんその作品を読む前にエッセイから読むっていうことも全然楽しめると思います。それでは、森が今回紹介させていただいた本ランキング5位、辻村瑞希さんの図書室で暮らしたいでした。ぜひ皆さん読んでみてください。